ちょいだ。この人知ってますか？知ってます、アジアチャンピオンです。どうもどうもよろしくお願いします。どうも。友達っていうもの知ってますか？いません。トゥルトゥルトゥントゥトゥントゥルトゥルトゥン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 。もう僕はたくさんいるんですけど、はい、友達とかからこの人ってやばいのって言われることが、まあ、時たまあるんですよ、うん、で僕はいつも本当にやばいのはお化けでも猛獣でもなく人間なんだよって言われて教えてあげるんですけど、うん、MTS というビートボクサーがいらっしゃいます。逆に知ってます？はい、知ってます。知ってますね。なんか友人に見せられたような記憶があるんですよ僕、はい。まあ、今日はですね、はい、その僕の友人のために MTS のどこがすごいのかというところをですね、しっかり我々アジアチャンピオンを取った人間がですね、はい、解説をしていき、この動画を見終わった後にはもう MTS マスターになっていることでしょうということで、今日も元気もりもりやっていきます。はい。誰に言われたんだっけ？ということで、はい、今日見ていくのがMTS Insane Vocal Bass You won't believe what you hear。 おそらくこれを聞いてもあなたは信じられないだろうみたいな、ええ感じですね。本当ですか？アジアチャンピオンを取った我々なら信じられるんじゃないですか？アジアチャンピオン取ったの何年前よって話ですけどもということになりまして、今日は MTS のどこがすごいのか解説していこうと思います。お願いします。今いただきますって言いました。 GO! Okay, hi, my name is MTS from Poland. This is big, big shout out to SwissBeatbox.com and my friend the Pony. Beatboxing.単純にかっこいいな。これ特筆すべきは、まあ、約7年前ぐらいの動画なんですけど、はい、この当時のこのベースっていうのがめちゃくちゃ珍しかったっていうのと、うん、精度がエグいですよね。エグいですね。なんかただのそのヒカキンさんとかが使ってるノドベースとかではないですよね、うん、なんか今でいうバイブレーションベースに近いのかなとは思ってまして、うん、まあ、バイブレーションベースとこのベースの違いが俺はそんなよくわかんないけど、まあ、この当時なかったよねっていう、うんうんうん、すごい革命的な動画だったっていうのは覚えてますね、うん、そして I love beatbox というね、はい、シンプルな歌、キャッチー、とてもキャッチーなメロディーとベースと歌が確かにね。これね。でなんか曖昧な記憶ですけど、うん、まあ、ツイッターとかなんかで動画が出回ってた気がしますね。しますよね、うん、やっぱこの歌ってるっていうのも要因の一つ入ってるのかなって、うん、やっぱこのキャッチーな歌と、うんうんうん、その中にも人外なベース、うん、もう人から出してんのかっていう衝撃はありますよね。うん、めっちゃうまいやん。やば。めっちゃうまいな。めちゃくちゃうまい。いや正直さ、6年前だからさ、結構印象に残ってんのが、パーリーダーリンと、パーリエジュルのとこだけだったんだけど、うん、こんなテクニックやってたっけ？
ね、むっちゃテクニカル。結構世界のレジェンドビートボクサーもめっちゃコメントしてて、はい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 、スキラーとかがね、スキラー That's so sick That's so sick、その下にマドックス、ホットフィッシュもコメントしてます。 Holy shit So good。 トムサムとかも来てる。トムサムも来てんだ。うん、染谷裕二さんも、うん、何回聞いてもすごいと感じると、うん、サバナピーマンさんも、うん、僕がビートボックスを始めたきっかけ、5年前に見てすごいかっこいいと思った。やっぱそういう人めちゃめちゃいるんだね。うん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 。なんか分かりやすさとビートボックス的な難しい技術がめっちゃいい感じにマッチしてて、うん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 、どっちサイドから見てもすごいなと思いますね。やば。このベースやばいな。これできないんだよな。できない。なんかめっちゃ憧れはあるんですけど、うん、めっちゃ喉痛くなる。うん、うん、てか思ったけど、ホットフィッシュさ、このベースめっちゃ使うじゃん、うん、確かに。なんか、MTS からインスピレーション受けてるとか。受けてそう。ありそうっすね。ありそうだね、うん、めちゃめちゃありそう。だってコメントしてるんだもんね、うん、今はふと今は気づいたね、俺がしたけど。やば、うん、ちょっと鼻かんでいいですか。あ、いいですよ、じゃあ見てますね。はいはい。基礎能力が高いですよね、普通に。なんて言うんだろう、ベースだけじゃないというか、ベースも際立ってるんですけど、確かにやっぱ基礎ただね、シンプルなんですよ、構成がすごく、うん、あんまり無駄な音を入れてないタイプというか、うん、なんとなく出てない感じがする。ちょっとフリースタイル気味なとこもあるけど、それもちゃんとカッチリハマってる感じがして、すごいいいですね。緻密系ビートボクサーですよね。え？ん？見ますか？はい。ゴー！すげえ。イケメン、かっこいい。ということになりまして、今回は MTS さんの動画を見させていただいたんですけど、はい、TSTS という前に、はい、結論を言いますね。どうぞ。結論、今でもやべえ。今でもやべえっすね。うん、なんか結構動画で言ってる気するんだけど、うん、やっぱすげえ動画って、うん、時間が経ってもすげえというか、うん、なんかずっと新しく聞こえちゃうっていうのがあると思うんですけど、うん、MTS のこの動画もそうですね。確かに。やっぱなんか名前も今見たらすごいキャッチーというかさ、うん、覚えやすいよね。MTS 覚えやすいし、うん、言いやすいし、あんま迷ったことないもんね、 MTS 検索するときに、うん、バズった理由がいろんなとこにあるなっていう。曲もそうだし、名前もそうだし、うん、単純にビートボックスがやばいっていうのもそうだし、うん、なんかバズってますね。なんかバズってます。勉強になりますね、うん、まあ、バズるというか話題になることがね、全ていいわけではないですけど、うん、まあしかし触らないと意味がないというところもありつつなんで、うん、やりたいこととね、伝わりやすくすることをね、
ミックスしてね、これからもどんどんバズっていこうと思います。ありがとうございました。バズりたい、バズりたい、俺も MTS みたいにバズりたい、バズりたい、俺も